こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回はガンホーコラボの交換所解説やっていこうと思います。はい、ガンホーコラボってマジで交換迷うと思うんですよ。キャラがめっちゃ多くて、ゼウス、ルドラ、ベルテ、セレッサ、そしてシンドウ、カリン、エレナ、リーチェ、ツクヨミ、サリーと合計9体いるんですね。今回はこの9体から交換のおすすめキャラを話していこうと思います。はい、その前にいつも通り無課金キャラ話していきます。まずはコパピーからですね。これはデフォルメ進化に必要な素材で、後からゲットが不可能なキャラなので、できればね、3体ぐらいはストックしておいた方がいいと思います。余裕を持ってね、キャラ進化できるようにストックしておきましょう。で、1本ガムに関してはね、闇列3つに自動回復3つに攻撃強化のキャラなんだけどね、まあ、結局あんまり使わないんで、まあ、持ってなくてもいいですが、一応自動回復と列強化っていうのが刺さる場面はあるかもしれないんで、余裕があればね、取っておきましょう。で、セイリンの武器に関してはね、水レース強化2つに、80倍以上強化に封印耐性と、まあ、これはさすがに持ってなくてもいいとは思います。あとは、生命のカードですね。まあ、これは創作家耐性武器なんで、まあ、最近始めたって人は取っていいかもしれんけど、あんまり優先して取る必要はないかな。で、最後がレアのカード。一応、1ターンスキルでお邪魔毒爆弾を回復に変えてくれるから、場合によっては使える可能性もあるから、持っておけたらラッキーだけど、まあ、別にこれも無理して取る必要はないのかなとは思ってます。そして、フラワーに関しては、スキルレベルアップダンジョンで活躍してくれるんで、まあ、1体は持っといてあげてください。反撃があってね、こうずらしてるだけで敵を倒せるんで、1体だけ確保しておきましょう。で、リーチェに関しては、まあ、一応スキルは強くなったけど別に取る必要はないんで、するでいいと思います。そんな感じがね、ガンコラの解説でした。はい、無課金武器ね、キャラかなり多いんで、全部取ろうとするとえぐい時間かかるんですよね。だからまあ本当に必要なキャラだけ取ってもらえればいいんじゃないかなと思います。ここからは課金キャラ話していこうと思います。はい、じゃあまずは今回 S ランクからやっていこうと思います。行きましょう。まずは S ランクから。S ランクはゼウスがランクインです。やっぱ汎用性も高いし強いんですよね、ゼウス。スキルブース4つ持ちに、チーム HP 強化3つ、無効感2つに、光列強化2つ持ちです。さらに聴覚で、スキッププラス、お邪魔耐性プラス10コンボ強化持ってて、10強無効感無効感に、光列強化2つに、チーム HP 強化3つに、スキルブース4つ持ちなんですよね。で、マックススキブ6個持ちにもできて、マジ汎用性の塊なんですよ。で、光のサブで超強いと。光属性パーティー使ってる人はマジ強いと思います、このキャラ。で、しかもスキルは、1ターン、回復力と指が2倍、ドロップの6個を解除し、光と回復ドロップを6個ずつ生成と、普通に一緒なスキルですね。で、リーダーも強くて、光の全パラが2倍、6コンボ以上で攻撃力が10倍、光6個消してダメージを軽減、固定500万ダメージと、普通にフェレルと組み合わせれれば、リーダーとしてもかなり強いキャラなんですが、まあ、実際の話はゼウスって、この形態も強いんですけど、こっちも強くて、ゼウスダークカラーですね。で、これが、こんな感じでね、光コンボ強化4つに、無効化に10強になるんですよ。で、がっつり火力出せるしね、マーベルとかとも相性良くて、スキルは、決戦ドロップ、バインド、覚醒無効7ターン回復に、ランダムで光闇回復をここずつ生成なんですよね。だからこれ、まあ、ネズコみたいな感じで使えて、かつ生成もあって、変身不要7ターンなんですよ。だからこの形態のスキルもかなり強いんですよね。はい。武器に関しても、スキブとね、光列強化4つ持ちで、汎用性かなり高いキャラなんじゃないかなと思います。こちらがね、ゼウスでした。もう正直、進化前進化後ともにサブで強いし、かつリーダーでも使えるしって感じでね、最悪武器にもできるので、かなり魅力的なキャラやと思います。特にね、このキャラはね、光属性使ってる人ですね。まあ、最近ちょっと減ってきてはいるんだけど、マーベルとか使ってる人は、マジでゼウス入れてあげるだけでかなり強いんで、よかったらね、ゲットしてあげてください。こちらがまず S ランクのゼウスでした。さあ続いて A プラスランクですね。 A プラスランクはベルテがランクインです。バインドプラス、スキビ4つ、封印、暗闇耐性プラス、亀裂強化3つに10コンボ強化持ちです。聴覚性は回復 LG、 無効貫通7コンボ強化を持っています。火力もね、普通に優秀ですし、暗闇耐性もあって、サブ要因としても強いキャラですね。スキルは1ターン落ち込んなしになる代わりに、指が1秒延長で、しかもランダムで木と回復を3個ずつ作ってくれます。これが2ターンスキルって化け物よね。で、リーダースキルに関しては、木と回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が15倍。木の6個消しでダメージを軽減、3コンボ加算って感じです。はい。で、これね、76リダチェンでノーチラスと組み合わせるのがめっちゃ強くて、またね、多分明日ぐらいには動画上がると思うんですが、76リダチェンノーチラスって本当に優秀なキャラになっています。はい。自身のリーダースキルも強い、しかもサブ要因としても強い。これがベルテの進化前ですね。めっちゃ評価高いです。なので A プラスランクって感じです。で、デフォルメバージョンに関しては、バインドプラス、スキブプラス、無効感3つに、チーム回強化2つに、亀裂強化2つ持ってます。無効感数4つ持ちにしてあげて、アタッカーとして使えるんでね、火力要因としても優秀と。しかもスキルは、ランダムで水、木、回復ドロップを10個ずつ作ってあげて、自分以外の味方スキルが2ターン貯まると。これが13ターンスキルですね。リーダースキルは指9秒固定だけど、木と水の HP が 1.5 倍に、回復3倍、木の5ゲージ以上でダメージを半減、攻撃力が20倍と。進化後もね、普通に優秀なキャラになっています。進化後も強い、進化前も強い、全部強くね、って感じで、もうめっちゃ優秀なキャラです。
ですね、こちらがベルとなっています。はい、特に貴族性パーティーをメインで使ってる人は必ずゲットしたいと思います。そんな感じでした。もう一体の A プラスランクはセレッサがランクインです。まあ、セレッサは水パーティーで強いリーダーでありサブなんだけど、やっぱ水は使ってる人少ないと思うんだよね。だからあくまで水使ってる人だけ確保してあげればいいと思います。はい、バインドプラスにスキブ4つに封印、毒耐性プラス7強に L 字3つ持ちで、超覚醒で10コンボ強化持って火力も出せます。そう、スキルは1ターン内で落ち込むなしになる代わりに回復力が 2.5 倍、そして L 字型に水を1つ生成してくれます。そう、リーダースキルは水5個 L 字消してダメージを 60% 軽減、攻撃と回復が3倍、水回復の同時攻撃で攻撃力が6倍2コンボ3って感じです。まあ、リーダースキルもね全然弱くはない、強いキャラなんだけど、まあ、サブ要因が主にやばいかな。はい、まあ、回復力エンハンスに L 字生成もあってね、しかも自身の火力も超高いって優秀なキャラになってます。はい、デフォルメに関してはこんな感じ。バインドプラススキブプラス無効感2つにチーム HP2 つチーム回復2つに L 字消しと、超覚醒で10強持ってくれてるおかげで火力に関してもかなり安定しています。スキルは水闇回復10個ずつ生成に2ターンヘイストって感じですね。リーダースキルは指9秒固定ですが、水闇の HP が 1.5 倍、回復力は3倍、水焦げしてダメージを半減、攻撃力が20倍って感じです。これがセレッサですね。まあ、セレッサに関しては、水属性っていうこともあってね、少しランク下げようか迷いましたが、キャラ性能は本当に一緒なんで、A プラスランクにランクインでした。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあここからは A ランク話していこうと思います。ガンコラは全体的にキャラの性能が高いので、A ランクのキャラでも十分に使えるキャラが多いです。はい、引き出し点で残しておくのがおすすめ、優秀なキャラたちです。まずはルドラからですね。進化前は、スキルブースト2個持ちに封印、指延長プラス、10強に非コンボ強化1つ持ちです。直角にね、非コンボ強化、クライムプラス、スキルプラスもあって、非コンボ強化で軽くめっちゃ出せる上に10強持ってるって感じだね。スキルは2ターンダメージ無効貫通に2ターン回復力化半減が12ターンスキルです。リーダースキルは3色消しダメージを軽減、3コンボ加算に、火の2コンボでダメージを半減、攻撃力が16倍を持っています。はい。まあ、非コンボ強化要因でパーティの火力を上げれるキャラですね。これが進化前。で、進化後に関しては、十字消しをめっちゃ持ってて、十字5個持ちなんですよね。それプラス、非コンボ強化クライムプラス、スキルプラスもつけれるんで、火力も出せるし、もしくはスキル4つ持ちもできる。かつね、十字5個持ちのキャラです。スキルは、回復以外のドロップから、人闇を3個ずつ生成です。リーダースキルは、火の HP が 1.5 倍、10コンボ以上で固定100万ダメージ、火闇の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が14倍、2コンボ加算です。リーダースキルは、火力低い代わりに2コンボ加算と100万を1持ってくれてます。変身不要でね。76リダチェンでもね、使いやすいキャラになっています。あと武器は十字消しにチーム HP 強化2個持ちって感じ。あとダメージ無効貫通スキルですね。まあ正直キャラ試合は強いんだけど、交換するほどではないかな。ただ引けたら絶対に残しておきたい優秀なキャラです。これがルドラでした。はい、次。続きまして A ランクもう一体は月読みですね。はい、もうここら辺からはね、既存キャラなんでサクッと話していきます。まあスキル4つになってね。あとまあ火力もあり、回復エルジョも2個あるね、優秀なキャラですね。7強3つに無効化も魅力ですね。はい、スキルに関しては5ターンスキルで回復と水を作ってくれます。そう、リーダースキルは水の HP と攻撃が2倍、7コンボ以上で攻撃力が 8.5 倍、水回復の同時攻撃でダメージを軽減、固定300万ダメージです。今月読みはノルタが強化されれば使えるんじゃないかって言われてますね。ただ進化前は周回等でも使えるね、優秀なキャラになってます。固定300万位置が強いね。で、進化後に関してはこんな感じですね。はい、ダークからは無効貫通3つに7強1つで火力を出せるようになってます。しかもスキルが強くて1ターン回復力が0になる代わりに、指も2秒短縮する代わりに水の HP が 1.5 倍、そして最上段横1列を水ドロップに変えてくれます。3ターンで回復0と指減少あるものの、水 1.5 倍円半に水生成があるんですよね。だから周回要因ではかなり強そう。リーダースキルは水の全腹が2倍、5色消してダメージを半減、水6個消して攻撃力が10倍、固定1ダメージです。まあリーダースキルは多色なんで使うことはほぼないですが、まあただね、サブ要因としてはかなり使えるんで、周回用に残しておきたいキャラになってると思います。武器に関してはこんな感じで、マシン嫌い水だらけを持ってるキャラですね。こちらが月読みでした。A ランクです。最後の A ランクはエレナがランクインです。10強を2つで軽く出せる上に、キラーがめっちゃあって、もうバケモンですね。ドラゴンキラーとかつけて上限解放つければ、もうヘキサゼオンとかにね、毎ターン完走できるようなバケモンになってます。スキルは6解除プラス、1光ドロップの2色陣、そして12ターン姫ザメですね。自分一人で一生姫ザメをループできるので、普通に優秀なキャラになってると思います。やっぱ何よりでもね、この火力が優秀かな、エレナに関しては。で、しかもリーダースキルは、火の2コンボで攻撃力が9倍、3コンボ以上で固定1000万ダメージ。ドロップを5個以上つなげて消すダメージを半減、攻撃力が2倍です。やっぱ1000万固定は未だに優秀だね。はい。で、まあしかもリーダースキルもね、5消して半減あってね、火力も最低限出せるんで意外と強いとは思います。ただまあ主にね、10コンボ強化2個持ちの火力要因で使えるんで、残しておく価値はあるかなとは思います。これがエレナ進化前。
エレナ信号に関しては無効貫通の火力出せるぐらいかな。99ターン秘密もあるけど、あんまりもうこっちは使わんと思う。まあどちらかといえば進化前の方が強いかな。武器は 2way バランスキラーに自動回復持っていけるようになってます。こちらがねエレナでした。はい、次行きましょう。ここからは B ランク話していきます。まずは進藤カリンからですね。まあ、進化前は光コンボ強化増えてちょっと強くなったけど、まあ使うことはないかな。別に強くないです。で進化後に関してはこんな感じダークカラーなんだけど、まあ、十字が増えて火力は少し出るようになった。でスキルも3ターン延波に3ターン半減になっただけで、使うほどではないですマジで。まあ、なんか昔のサブって感じ。スキルブースト増えたのも強いんだけど、まあ別にいらんかなって感じ。まあ強いて言うなら武器がスキルブーストに耐力キラーなんで、武器持ってない人はね一体残しておいてもいいとは思いますが、まあ個人的にはねこの武器に使わない限りは交換弾にしてもいいと思ってます。そんな感じが進藤カリンです。次、さあ続きまして B ランクはサリーですね。進化目は弱くなくて、経済ドロップと覚醒無効回復あるんだけど、いざパーティーに入れれるかっていうと、スキル2個しかないせいで結構入れづらいし、しかもベリアルが最近出ちゃったんだよね。ベリアルとかね、ああいうキャラが。なのでまあ正直あんまり今ね、サリーを使う機会はないかなって感じはする。ひときを消すパーティーもあんま使わんからね、非属性って。で、進化目に関してはこんな感じ。まあ、スキルブース4つに加えて2ターン必須があるんで、実質スキルブース6個持ちで使えます。それだけは強いかな。ただまあ、非属性でかつこの性能って視点で結構使いづらくて、今火ってもうサブが固まっちゃってるんで、そう考えるとあんまり無理に残す必要はないかなって感じはします。まあ、武器はね、チーム HP 強化2つにチーム回復強化2つなんで、まあ残してもいいと思いますが、まあそこまで優先度は高くないって感じで、交換弾にしても問題はないと思います。それがサリーでした。最後 B ランクはリーチですね。はい、スキルチャージ3つ持ちのキャラで、一応7ターンで3ターンダメージ吸収属性吸収無効打てるのはいいと思いますが、正直正月リーチでいいっていうところがあるのであんま使いません。火力も低いしね、微妙なキャラです。まあ、武器こそね結構強くて、バインドスキブ指延長プラスなんで悪くはないんだけど、まあ使うなら武器ぐらいで、まあ武器のためにね、例えば交換したいキャラがいるのに残す必要があるかって言われればそこまで価値もないので、まあ個人的には交換弾にしていいと思ってます。ということで B ランク3体はね、リーチ、進藤、カリン、そしてサリーでした。まあ、ここら辺のキャラも全部強いんですけどね、他のキャラと比べるとそんなに大したことないということで B ランクにさせてもらいました。はい、ということで今回はですね、ガンホーコラボの交換所解説動画でした。ぜひ参考になった人はチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。